それではちょっとここで漫画についてねお話をしたいと思います。まず一つ目ね、漫画のデビューの仕方、漫画家にどうやってなるのっていう質問をよく受けます。まず漫画家になるためには一番漫画を描くこと、漫画描かないと絶対デビューできないので漫画を描いてください。でその次の工程ですね、以前はアシスタント、私もやってましたけれども、アシスタントをやって、そして作品を、技術を覚えて作品を書いて、出版社に持ち込みに行ったりしていました。でここが持ち込み、投稿、投稿っていうのは郵送で、原稿を送るっていう方法です。それで、編集者の目に留まれば、もしくは、賞レースなどにね、入賞とか、大賞とか取って、まあ佳作でも大丈夫なんですけど、取って、デビューに至るという形になります。この時点でね、担当編集者っていうのがつくと、もう直に直接編集者とやっていけるんですが、これものすごい時間かかります。どのぐらいかかると思いますか？漫画家になるために3年はかかると言われています。でもこれ早くてですからね、だいたい2年か3年かかると言われているんですけれども、最近はこの SNS 投稿、同人活動などでスカウトされて、それでもうデビューの流れができるようになってきました。ものすごく羨ましいです。この前聞いたお話ですと、即日、もう投稿して即日にデビューできちゃうみたいな、サイトもあるそうで、でもちろん原稿料も出ますし、もうなんて羨ましいんだっていうことで、皆さんにものすごくチャンスが生まれてきたんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんいっぱい漫画を、もうとにかくたくさん書きたいものがあったら書いて、投稿とか、まあ、日本、今ちょっと投稿サイトだと日本に在住というちょっと制限がついているところが多いようなんですけれども、もちろん世界各国からどこからでも送れる、そんな、サイトもありますので、いろんなところでぜひチャレンジしてください。終わります。